小池百合子です。ヤクルトスワローズ優勝おめでとうございます。よいよい。はい、1年延期になったとはいえ、2020大会大変盛り上がりました。特に野球はですね、金メダルということで、試合の内容もとてもハラハラするような、そういう試合が続きましたよね。そして今回、リーグ優勝されたヤクルトのですね、選手の方々が最初にホームランを打ったのが、あれが大きな皮切りになったと思うんですよね。山田哲人選手、決勝打をですね放ったということで、かつ大会 MVP にも選ばれたということから大手柄ではないでしょうか。このオリンピック期間中すごくステイホーム率が高かったんですけれども、特にこの野球のですね、8月7日に行われたアメリカとの決勝戦は視聴率が基本的に 37% で、あちこちの人流がですねガッと下がったんですね。で、それから水道の使用量というか料金じゃなくてボリュームの方ですね、それも非常にステイホームをしてみんな野球、オリンピックの野球を楽しんだということが分かっているんですね。でもヤクルトスワローズの村上選手、そして山田選手、それぞれオリンピックの野球の金メダルの立役者だったとも言えます。今回のですね、リーグ戦でもヤクルトスワローズの選手一人一人大変活躍されたことが、リーグの優勝につながったんじゃないかと思います。はい、そうですね、やはりチームプレーということじゃないでしょうか。東京都はですね、このオリパラ局、準備局っていうのがあって、まさにそれをオリンピックとパラリンピックの準備と本番でですね、都の全ての局と、それからあとボランティアの方々のお世話であったりですね、途中でですね、このシティキャストと呼ばれるボランティアの方々もこの後どうなっちゃうんだろうかと大変心配もされたと思うんですけれども、そういったことの、そういった方々の仕切りといいましょうか、それもやってきて、そして国と連携しながら、また IOC とや RPC と連携しながら進めていく、それからあと交通局から先ほどの水道局から、それから普通に総務局であったり、それからコロナ対策ですね、これなどもですね、都庁が一丸となって、この特にコロナ対策にはチームワークで行ったんです。ですから今どこの局に所属しているかを問わずですね、みんなこのコロナ対策に当たったということ、まさにチームプレーという点では野球もと同じ点なのかもしれません。はい、まさに今回のオリンピック・パラリンピックの開閉会式や陸上などが行われた、新国立がありますね、木をふんだんに使った、これは国立です。で、あと面的には、これは東京都のさまざまな街づくりということにも関連してくる。で、野球などの、また国立でも陸上もレガシーになりましたし、そういう意味で、の地域がですね、そのスポーツの中心でもあり、かつ緑に恵まれておりますので、そういったところをより都民に親しまれる、また東京の象徴するような、そういう場になっていくのではないかと、またそのためにいろいろな計画を進めていきたい。そう、4年ぐらい、4年前ですかね、始球式に、お招きいただいて、
すごく練習したんです、うん、でもでストライク目指してたんです、はい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 、ビシッと、はい、直球で、はい、全然ダメでしたねやっぱりああやって多くの観衆の方々がいらして、そしてやっぱり練習の時とマウンドがこう高い部分がですね、こうなかなかこう感覚、練習の時の感覚と違って、うんうん、でもその前にあれは誰に受けていただいたのかな、練習するところあるじゃないですか、はい、あそこではね結構良かったで、みんなもすごいすごいとかって言って期待は高まったんですけど、はいはい、本番まるでダメだったでも気持ちよかったですね、はい、ああいった神宮球場で、投げるっていうこと自体がね、うん